文藝春秋からいきましょうか。これはマツコ様のご覚悟が伺える記事だと思います。93年6月9日曇り空からわずかに陽光が差し込む中で結婚パレードが行われたんです。沿道には19万人もの人が集まりました。白色のローブデコルトを身にまとわれてオープンカーからお手振りをされるマツコ様は幸せいっぱいの輝かしい笑みを浮かべていらっしゃいました。しかし皇室ではお世継ぎをと頻繁にせかされる過酷な現実が待っていました。これはやはり男系男子もあると思うんですね。ただ子供を産むだけではなくて男の子を作らなければいけないわけです。これはかなり過酷ですね。2分の1ですからずっと相当過酷なわけですよ。宮内庁の幹部たちはマスコ様のご解任を最優先する体制を敷きました。その背景には天皇皇后のご意向があると言われていました。その上海外訪問も95年の中東訪問以降は2002年までの8年間一度もなかったんです。8年間もの間自らが輝けるステージである外国訪問を禁止されてたんですね。相当残酷だと思いますけども。そして東宮に宮内庁と上皇上皇后陛下に幽閉されまして子作りを優先させられたというわけです。強制されたと。皇室にとってのお世継ぎの重要性については何よりも深くご自覚されていましたし、何人でも産みたいとその覚悟でいらっしゃったわけですね。ただそれでもお二人の間には子供ができませんでした。そんな状態が何年も続いて雅子様は有形向けのプレッシャーに押しつぶされていったんですと宮内庁の担当記者は語っておられますね。こんなご覚悟があったわけですよ、まあ、なんですけども、それを鑑みることもせずに上皇上皇后両陛下宮内庁の役人は雅子様にプレッシャーをかけ続けたわけです。そんなプレッシャーをかけ続けたのは上皇上皇后の取り巻きだけではございませんでした。紀子の取り巻きもそうだったと思います。流産に追い込んだ人間がいます。秋新史上最強の戦犯かと思いますけども、これね、鬼畜秋新リストの過去のバージョンですけども、ここの一番上にいるトップの人たちは変わらないようですね。この先頭に来ている、岩井和美さん、頻繁にご紹介してますけども、これから胸クソが悪くなるので注意してもらえると。まあ、ちなみにね、岩井和美さんのポジションはこういう感じです。久人様2回今の天皇を救ったと、元朝日新聞編集委員が思う理由と、まあ、これは岩井克美さんのポジションです。平成皇室の30年が終わりに近づいて皇室のあり方などが議論されている。歴史から皇室のあり方を読み解くノンフィクション作家の保坂さんと宮内庁取材の第一人者である元朝日新聞編集委員の岩井克美氏は歴史の重みが疲れていくのか語り合いましたと。で、岩井克美さんの、ポジションは、悠仁君とか、まあ、紀子様です。今の皇室天皇を救われたんだと、そういうふうに本気で思ってらっしゃるそうです。岩井克美さんの書物を見つけまして、天皇家の宿題という本なんですけども、信じられないことが書いてありますので、胸クソ悪いんですけどもご覚悟をお願いします。これはね、流産に関して書かれてあるんですよ。岩井克美さんが、追い込んだら岩井克美なんですけども、検査では赤ちゃんの心拍は確認されませんでした。介入はしてるとしても確かな状態ではないということで発表は見送られましたと。流産の恐れが出てきたんです。朝日の報道は早すぎたんではないかという批判も出始めます。結婚して6年余りの間恵まれなかったお子さん、皇室には永宮以来30年以上男の子が生まれておらず、皇太子ご夫妻にはもうお子様は難しいんではないかとの空気が広がって、追いすぎ問題は深刻になりつつある。妊娠となればこんな明るいビッグニュースはありません。しかし妊娠のごく初期であって女性の体のことをあからさまに書くわけにはいきません。私はまさかその解任の兆候という40行だけの新聞の一面トップとしては非常に短い記事を出稿しましたと。これがキーとなって、マスコ様は追い込まれて流産されてしまったわけですね。岩井克美のせいなんです。それの弁明とか、詳細を天皇家の宿題というところで書いてあるんです。それがこれです。しかし、解任は国民的、国家的な重大事であると同時に一人の女性のデリケートな話題でもあります。兆候がいくつかある、ただし具体的には書かないという形で講師の問題を仕分けして書いたつもりでした。翌朝、世間は大騒ぎになったんです。ニュースは大変な驚きを持って迎えられて、そして凄まじい報道の洪水が始まりました。各社は懸命に追いかけて私が書くのを控えたことも次々に報道されました。 NHK は出産予定日も報じました。そしておめでとうの大合唱です。ところが12月13日のエコー検査では赤ちゃんの心拍は確認されませんでした。流産の可能性が出てきました。
祈るような気持ちで見つめてました。しかし不幸にも流産の手術が行われました。とても悲しい事態になってしまいました。医学的に確実ではないので大々的に報道したことが本人にとって大変なプレッシャーになった。その通りだと思いますよ。宮内庁はそう言って報道陣を攻撃しました。中でも引き金を引いた朝日が一番悪いと。その記事を書いたのは勝美です。朝日は報道のストレスで流産した責任をどう取るのかとまで言われたんです。そうですね、責任を取るべきだと思いますけど、売国ですよ。なんてことしてくれたんですか。流産の手術に当たった主治医はベルギー訪問も報道も関係ないと語ったんですが、と、まあ、岩井克美はこのベルギー訪問に理由をつけたい、まあ、秋篠の主張もそうなんですけども、こいつは反省してないってわけですよ。つまり宮内庁が朝日を名指して攻撃したことによってそれまでのスクープを称賛する空気が一変しました。私自身も激しい批判や攻撃にさらされるようになりました。そりゃそうでしょう。それにしても宮内庁の朝日批判の裏には、雅子妃の解任の兆候について、天皇皇后つまり上皇上皇后に報告をしていなかったことをすっぱ抜かれたということもあったんではないかと思いますと、なんと原天皇家を攻撃する内容を書いています。ここから言い訳が始まります。私が書いた理由の一つに、長年接してきた皇太子夫妻の赤ちゃん誕生が政治の世界の思惑に絡められてるんではないかとの密かな反発があったんですね、と。意味がわかんないですね。朝綱の中身はプライバシーですが、皇太子妃の解任自体は優れて公的なことと整理したつもりだったんですと。しかし結果としては皇太子雅子妃に大きなプレッシャーを与えてしまったと、痛切な反省が残りました。悪意など全くなくて、さぞご本人も楽しみにしてまして、国民も喜びを共有できるだと思ったんです。こいつクソっすね、マジで。せいせいね。心の声が出ました。この流産の後、皇太子雅子妃はますます心を閉ざすようになりました。雅子様へのプレッシャー大きかったでしょうし、なんで一言なんですかね。あんたでしょ。翌年の平成12年12月に雅子妃は記者会見に臨まれて、関係者への感謝の気持ちを表しました。この後、私の名を読んで笑顔で話しかけてくれました。痛手から立ち直りつつあることが伺えて、許しますというサインのように感じて嬉しく思ったことを覚えていますと。勝手に雅子様の気遣いをあよろしてくれたんだなと、都合よく解釈している。そういう男が岩井克美と。かなり岩井さんですね、バッシングされました。それそうですけども、これを根に持ってるんでしょうね。頻繁に、まあ雅子様の主治医とか、雅子様自身とか、天皇家を攻撃してるわけですね。秋篠宮の、まあ、内親王家を設ける、それから眞子を復帰させるプランを考えついたのが、まあ、岩井一美さんだと思いますけど、ありえないですね。こういう人間が雅子様を追い込めてたわけですよね。しかもこれは紀子様審判ですよね、明らかに。とか秋篠宮審判なんですよね。悠仁君は2回も天皇を救ったんだと、そのように言ってますからね、この人は。ない。どういうことですかと思うわけですね。今の秋篠宮によって何回コースが壊されたか、不愉快極まりないなと思いました。こういった心ない声がありつつも、文言真珠、分娩室でありがとうと、おぎゃおぎゃと、愛子様が生まれたわけです。2001年12月1日、午後2時43分、願望の大きな泣き声が宮内庁病院内に響き渡りました。無事にご出産されました。この時38歳でした。99年から不妊治療を本格的に開始されまして、一度は流産も経験された雅子様にとっては念願の第一子でした。ご出産された瞬間に雅子様は母親の慈愛に満ちたお顔になられました。私の記憶違いか、分娩室でも生まれてきてくれてありがとうとおっしゃったと思います。その後の私の産婦人科の人生を変えたと言っても過言ではないんですと。エコーで性別が分かりますと伝えますと、皇太子は即座に、いや教えていただかなくて大丈夫ですとお答えになったと。隣にいた雅子様も同じご意向であることは目を見ればすぐに分かりました。だが皇室の考えは違いました。愛子様をご出産されてから日を置かずに、雅子様には2人目のご出産の相談が持ちかけられています。どんだけ男系男子という縛りがこのように雅子様を追い込んだか、宮内庁とか上皇上皇后は強く自覚するべきだと思います。男子の出産を迫られる状況は少しも変わらなかった。むしろそのプレッシャーは増していきました。心身ともに疲労されて追い詰められた雅子様は、2003年春頃から発熱や朝起きられない日が続いて抑うつ状態に陥ることが増えました。同年12月には
ストレスが原因とされる、帯状疱疹を発症されて宮内庁病院にも入院されている。そんな雅子様に追い打ちをかけるように、当時の湯浅敏夫宮内庁長官が定例会見で衝撃的な発言をし、世間に波紋を広げましたと。秋篠宮のお考えはあると思いますが、皇室の範囲を考えると3人目を強く希望したいと。よくこんな発言できるなと、そのように思いますけどね。ね、湯浅と鎌倉貞宮雅子様を閉じ込めたわけですよ。外国に行かせなかったわけですね。そんな人権侵害しといて、よくこんな発言できるなと思いますね。雅子様には期待しないかのような発言に雅子様は深く気づかれたと。またこの踏み込んだ発言は長官の一存でなされたはずがないと。やっぱりそうなんですよ。背後に当時の天皇皇后両陛下、つまり上皇上皇后両陛下ですね、強いご希望があることも想像されましたと。よく2004年の3月に雅子様は愛子様を連れられて、実家である大和田家の軽井沢の別荘で旅行生活を始められました。ベテランの皇室記者が当時を振り返りました。雅子様の状態は本当に深刻でした。目がうつろで表情にも力がありませんでした。母親の由美子さんも一緒に別荘に滞在していたのは、雅子様から少しも目を離せない危険な状況だったからです。皇太子が軽井沢から帰京していたある日の夜、御所の一室で天皇皇后両陛下、上皇上皇后と範宮様と共に食事をされました。上皇が席を立って御所のベランダに出ると、雰囲気を察した範宮様も後に続いて、食卓には皇太子と見て子の二人だけになったと。その瞬間、皇太子は見て子の手を握られて涙を流されたと。おそらく雅子様の窮状を訴えて理解を壊れたんだと思われると。やっぱり雅子様を追い込んだのがね、見て子とか上皇陛下がはっきりいたと思いますからね。こういう紀子様の取り巻きの記者である岩井勝美さん、トップの先輩ですからね、相当なメンツですけど、この辺は。デビさんなんて秋篠宮でこと譲れと運動されてますから、この辺は別格なんですよね、クラスとしては。そういった心ない秋篠宮信者が追い込んだ結果でしょう。これはどんだけ残酷なことをしているのか、ご自覚された方がいいんじゃないのかなとは思いますけどね。以上です。それでは皆様ご一緒に、しかしお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ、さよなら。